さあ、戦闘訓練のお時間だ。ここは入試の演習場ですが、また市街地演習を行うのでしょうか。君らにはこれからヴィラン組とヒーロー組に分かれて2対2の屋内戦を行ってもらう。基礎訓練なしに？状況設定はヴィランがアジトのどこかに核兵器を隠していて、ヒーローはそれを処理しようとしている。ヒーローは時間内にヴィランを捕まえるか核兵器を回収すること。コンビ及び対戦相手はクジだ。すごい縁があるね。よろしくね。最初の対戦相手はこいつらだ。A コンビがヒーロー、 B コンビがヴィランだ。ヴィランの思考をよく学ぶよ。これはほぼ実戦。怪我を恐れず思いっきりな。はい。度が過ぎたら中断するから。はい。デクは個性があるんだな。あの怪力を見たろ。この俺を騙してたのか。クソなどが。あ、その相手がカッちゃんだから。飯田君もいるし、ちょっとだいぶ身構えちゃって。嫌なやつだけど、目標も自信も体力も個性も僕なんかより何倍もすごいんだ。だから今は負けたくない。いや、ごめん、浦中さんには関係ないのに。あるよ、コンビじゃん。頑張ろう。ここではあくまで一生徒、成績はひいき目なしで厳しくつけるからな。ワン・フォー・オールはまだ調整できないから、対人仕様にはあんなのを人に向けて撃ったら殺しちゃう。フルで回せ。思い出せ。避けてんじゃねえよ。かっちゃんが敵ならまず僕を殴りに来ると思った。奇襲も戦略。彼らは今実戦の最中だぜ。中断されねえ程度にぶっ飛ばした。最初に右の大振りなんだ。雑魚で出来損ないのデクじゃないぞ。かっちゃん、僕は頑張れって感じのデクだ。デク、そういうとこがムカつくな。人は生まれながらに平等じゃない。どうなってる？黙って守備してろ。ムカついてんだよ俺は今。気分を聞いているんじゃない。小型無線でコンビと話してたのさ。この確保テープ、これを相手に巻きつけた時点で捉えた証明となる。せーの、プルセールだ。浦中さん行って。よそ見か。余裕だな。確保証明の次は何だ。かっちゃんなら焦ってまた右の大振り。当たり。頭に染み込ませたであろうオタク知識が今警戒されたんだ。作戦立てなきゃ。楽しかったか。絶対なんかすっげーイラついてる。怖っ。爆豪少年は緑谷少年から聞いた感じ。浦中さんはガムシで僕を狙い撃ち。やっぱりだ。先兵を出すなら機動力の高い飯田君の方がいいし、彼ならそれを分かってるはず。僕が浦中さんと言ってたらその展開になるし、二人ここでかっちゃんとやり合っても時間切れが怖い。これでいい。僕がかっちゃんに勝つってのが前提の話だけど、言い忘れてたけど、かっちゃん、ありがとうか。そんなの全然本当だよ。全言撤回だ。頑張れって感じのテクだ。
石ころが。発見。ならば僕もヴィランに徹するべきなのだ。俺は至極悪いぞ。マジでよ。触れた対象を浮かしてしまう個性だから、先ほど君対策でこのフロアのものは全て片付けておいた。俺は悪いぞ。場所は5階の真ん中フロア。ここだけは負けたくない。なんで個性を使わねえ。使わなくても勝てるってか。なめてんのか、デーク。もう君を怖がるもんか。俺のバカは手のひらの感染からニトロみてえなもん出して爆発させてる。僕が殺す気か。当たんなきゃ死なねえ。このコテにたまればたまるほど威力は増えていくんだぜ。全力のてめえをねじ伏せる。爆悟空、落としろ。君がやったのか。一体何をしたんだ。チャンス。状況を説明してくれ。核の会社で私たちの勝ち。回収条件は本体にタッチすること。このまま時間いっぱい粘らせてもらうぜ。噴出する爆発、遠距離にも対応できるようコスチュームに要望を出したんだ。先生、止めた方がいいって。爆豪、あいつ相当クレイジーだぜ。殺しちまうぜ。爆豪少年、次それ撃ったら強制終了で君らの負けとする。ああ、大幅減点だからな。ここは止めるべき。しかし目だ、避けられない。反撃タイミング、ここ、目くらましを兼ねた爆破で軌道変更、そして即座にもう一回。スタだ。もう使うしか。ニドリアもすげえって思ったけどよ、戦闘能力において。だが止めてあげたくない。なんで個性使わねえんだ。俺を舐めてんのか。俺を舐めてたんか、てめえは。違うよ、燃えたいんじゃないか、バカ野郎。ヒーローになる以外でこれは必須なんだろう。デトロイト。双方中心。行くぞ、ナラクさん。穴からてめえ使えないから、体が